So Leute, ich hatte den Part letztens schnell beendet, weil wir fast vor 15, kurz vor 15 Minuten waren und lass mal weitermachen. Also wir reden gerade über die Bijus, also die die schwänzigen, wie soll ich sie nennen, Füchse. Ja, okay, ja. そして美獣を封印された者人中力と呼んだのじゃ。ナルト、どうすればその美獣を取り出せるんですか。イバオブネ。サクラちゃん、瞬間的にでも美獣の力に釣り合うだけの封印術と かなりの時間を要す。だが、それをしてしまえば人中力は。まさか。そうじゃ。美獣を抜かれた人中力は死ぬ。そんな。そんな。 Ja, die wollen Naruto umbringen. Naruto. Gerade angeschrieben, egal. Beantworte ich später. Und ja, diese Sequenz war eigentlich auch sehr emotional in den Shippuden-Folgen. あんたの術の生贄になったのはどちらも俺の部下だってのに。俺の焦点の術で少しの間でも暁のメンバーになれたのだ。二人とも逆に感謝してもらいたいくらいだな。そろそろか。 それを望む存在なんだろう。ふん、あいつが風影だと。あいつは視覚とは共鳴したが完全ではない。不安定な実験体、そして失敗作。誰なのかもそれ。 何も期待をしない。それがガーラ。あいつは里にとって必要ではない。俺は里に必要な存在になれたのだろうか。俺は誰かに必要とされる存在になれたのだろうか。俺は誰かとつながりを作ることはできたのだろうか。俺は 存在してよかったのだろうか。俺はあいつのように。 Entschuldigung, Leute.
さて、後はここに迫っているやからだが、奴らはサソリとデーダラで始末しておけ。ただし、人中力は生け捕りにしろ。他は解散だ。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。 一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。ああ、なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。ん？連絡を待つ。イタチのやつ、ろくな特徴を言わずに消えやがった。 So Leute, ich spoiler hier gerade vielleicht ein bisschen, aber ich möchte euch auch mal was fragen. Wäre Gaara nicht stärker, wenn er wie Naruto zum, war das zum Blitzdorf oder ich weiß jetzt nicht, wie das, dieses Dorf heißt, hingehen würde und wie Naruto und Bi die Kontrolle des 29. Erreichen würde? Erlangen, also wäre ich dann auch noch viel stärker? Weil das hat ja Naruto jetzt eigentlich auch in dem Shippuden vor. Warte mal, wo lang muss ich überhaupt? Oh, hier ist Kakashi. Muss ich hier rein? Hier rein. Windstock, mal gucken. Die Sandkarte. Falsch. Hier ist eine weitere Seite. So, hier können wir das Teil erstmal zerstören. Und auf geht's. Hä, warte mal. Ich muss kurz was sehen. Ach, du kriegst mich nicht. そろそろじゃな。はい。ここで最後の休憩を入れましょう。計画も練っておく必要がある。何言ってんだってばよ。ガーラが近くにいるってのに。ナルト、焦らないで。暁との戦いは万全の状態で臨むべきだ。下手にやり合って負けたら意味がない。でもナルト。
もう休憩は十分だろ。そろそろ行くってばよ。ちょっと待ってよ。カカシよ。なぜあの小僧はタザトのガーラをあそこまで助けようとする。あいつも人中力です。それも九尾を封印された。 確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思い入れはないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どの里においても人中力を見る目は冷たいものですからね。 だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。仲間か。かつてガーラに術を使って資格を憑依させたのは他でもないこのわしじゃ。四代目と相談して 我が砂隠れを守るために里の安全のためにやったことだった。じゃがわしのしてきたことは里を守るどころか里を苦しめることになってしまうとは。いえ、まだまだこれからですよ。間違いを犯したのであれば また正せばいいだけです。千代婆様は十分お若いですしね。<笑>そうじゃな、老いぼれのわしにもまだできることがあるかもしれんの。まだできることが。さあ、 Gai ist schon da. Obwohl Kakashis Team war doch vorher da als Gai oder andersrum. Kekkai ga shikakete aru na. Kore de wa shinryu surukoto ga dekinai. Dou shimasu, Gai sensei? Sore wa gofu kekkai da. E? Osokatta na, Kakashi. Iya, tochuu mendokusai no ni karamarechatte ne. ナルト君、さくらさん。おし。ナルト。皆さん、一足早かったんですね。あら、そっちのおばあさんは？あ、砂の相談役の方です。さて、カカシよ。この結界はどうすれば外れる？この五風結界は近辺に金と書かれた札を5箇所に貼り付けて結界を作ってるのよ。 だから、目の前の札と他の4箇所にある札、その全てを剥がさなければ結界は外れない。